今回はですね、都の城市にあるカフェを、5店舗今日は回りたいと思います。なぜか唐揚げ弁当なんで唐揚げ弁当食うんだよ。ハンドドリップのなんかワンダフルブレンドみたいな。すげー、すごい。後で写真撮ったり動画撮ったりしてってください。あ、すごい。地元都の城で絶対に行ってほしいカフェ巡り5選。さあ行くぞ。皆さんこんにちは、でも編集部です。俺あまりこの組み合わせないから順番がなんか、ね、俺一番最後やったからさ、今までヒューガラスマンボウです。手ぶれの UO です。はい、久しぶりやね。お久しぶりだね。意外と久しぶりやな。確かに熊本以来だね。うん、黒川温泉だ、ね。今回は、絶対に行ってほしい都の城カフェ巡りということで、今回はですね、都の城市にあるカフェを、5店舗今日は回りたいと思います。さらにその絶対行ってほしいっていうのは栗のおすすめってこと。まあみんなのおすすめみんなのおすすめ。みんなのおすすめ。ちなみに今までの動画とかじゃ行ったことない店舗です。お、新しいとこだ、ね。はい、なので写真で行ったことあるかな。もしかしたら、ね、個別でもしかしたら行ったことあるかもしれないけど、動画ではまだ紹介したことのないお店に今回は行きたいと、思います。で、1人5杯ずつ5分飲むでしょ。5点やばいね、それはただのなんか、ね、1万円企画みたいになっちゃうから、深夜の12時にスタバのブラックコーヒーをガブ飲みして。よしくん、よしくん、よしくん、ちょっとあと3回まだ入ってるんかい。さすがに、あの5店舗みんな1杯ずつ飲むとかちょっと大変なんで、以前ねみんなでスイーツ巡りやったじゃないですか。あの時にあのルーレット採用しましたよね。なので今回もルーレットで当たった人が飲んで、でもう1回回して当たった人が買うっていう。ああ、なるほどね。そのルールを設けていきたいと思います。なので、まあ、運が良ければ、まあ、程よく飲んで、で程よくお金も払って、えコーヒー1杯だけかな。まあ、そこはもう任せるけど、メニュー見てもらって当たった人はもっと欲しいものを買ってもらって OK、 はい、じゃあそんなカフェ巡りやっていきたいと思います。はい、それでは早速ですね、1店舗目に今から行きたいと思うんですが、もうすぐ近くにあるんで、もう先にここでルーレット回しちゃって、飲む人払う人決めてから行こうかなと思います。まず払う人から行く。行く。あ、じゃあまずはじゃ あ, あの払う人から、決めていきたいと思います。じゃあ例のルーレットですね。じゃあルーレット払う人ね。払う人よーい。どうぞ。さあ誰が出るんでしょうか。払う人だからね。払う人だからね。ま、しみしみしみして。えい、誰誰。クリアマン。俺、うん、ほら結構ちゃんと分けたんだけど。はい、払う人は私です。じゃあ次。マジか。じゃあ、次は飲む人いきます。ここはもうじゃあ行きます、うん、最高。誰なんだろう。俺まだ見えてないからさ。誰。ユーボーユーボーマジ俺ユーボーに怒んなきゃいけないの。幸先がいいのかあれだからけど、まぁ、あ、ちょっとたしなませてもらおうかな。行ってみよう。行きましょうか。レッツゴー。はい、ということで一発目のお店なんですけど、うん、まあこのすぐ近くにあるクンナムさんですかね。クンナムさん、クンナムさんか、クンナムさん、クンナムさんっていう、まあ、お店でちょっと韓国っぽい、得意なやつじゃん、韓国。韓国、クンナム、どういう意味。クンナム、どういう意味。クンナム、おいしい。まあ、本当かな、本当に韓国なんですね。俺、結構ちょっと前に行ったことあって、その時は結構暑い時期でフラッペみたいなの飲んだんですけど、うん、結構いろんな種類のおしゃれな飲み物があるっぽいんで。いいね、韓国系の飲み物って結構美味しいよ。おしゃれだしね、うん、映える。インスタ映えしますから。はい、ということでクンナムさんでいちごスムージーを買いました。
そんなイラさんでいいやろ。いやうまそうだね。俺のおごりだから大正解やろこれ。飲んでみてください。おごりで飲むカフェとか一番うまいじゃん。あ、うまい。うまい。どんな感じ。さっぱり、あの甘いとかじゃなくて、うん、程よい酸味と、これはうまい。これヨーグルトがいいわ。俺あんまり甘すぎるの好きじゃないから、あーやっちまったかなと思ったら、うん、全然もう。しかもなんか思ったよりたくさんこういちごのあれ入ってるんだ、うん、果肉結構入ってるね、うん、美味しい。あ、うまこれ。うまい。これうまいうまいうまい。結構待って、うん、果肉感がそうね、すごい。なんか食いてぇな。果肉を果肉もけど、なんか甘いの食いてぇな、うん、いや、甘いじゃなくて、普通に食い物が食いてぇ。次のとこ行こう。次のとこ行こう。私、5店舗ぐらい回るから。そうそう、下手したらね、大変なことになるかもしれない。じゃあ、次の店舗行きましょうか、うん、行こう、はい、あ、でもうまっ。さあ、というわけで、1軒目のクナムさんからですね、少し移動してきまして、次はですね、都城駅に、まあ、ある、カフェグリーンというカフェに、ね、行きたいと思います。カフェグリーンですね。カフェグリーン、はい。まあ、ここはね、僕行ったことがないんですけど、結構テレビとかでも紹介されたりしてるみたいで、結構有名らしいんですよね。そう、なんか結構飲み物もあったりとか、普通にあの結構がっつり食べれる食べ物とか。お昼とか多いんじゃない。そう、お昼多そうだから、まあじゃ飲み切っちゃいそう。飲み切るんだよ。飲める。飲み切んなきゃダメだよ。だからまあ、もしお店の中が空いてそうだったら中で食べて、で空いてなさそうだったら、まあ普通にテイクアウトしてっていう感じで行こうかなと思うので、はい、じゃあルーレット行きましょうか。うん、じゃあ次のルーレットは、じゃあ食べる人から決めましょうか。行きます。お願いします。今回ちゃんと 33% ずつ。 OK、 はい。なんかルーレットスタートみたいなこと言ってほしい。急にもあるぞ、なんか。ルーレットスタート。さ あ、普通に食いたい。でもお腹空いた。普通に食い、うん、ちょっと腹減ってきた。さあ誰。ボイシューグラスマンボー。イエーイ。じゃあちょっと払う行ってみますか。やだやだ、もう払うは嫌だもん。払いきます。これ自分もあるわけだもんね。カラオやだ。スタート。そうね、まあ、自分が一番面白くない。そうなんだ。普通に ただ俺が食うだけ。あーよー、出たよ。これ有望だよ、これ。有望。ごちそうさまです。まあ、さっき食べたからね。しょうがないな。酒飲んだから。じゃあ食べる、もしくは飲む人はマンボウで、おごる人は有望ということで。俺は全部振りでよかったんやけどね。ね。さあ、駅に来ましたね。駅のね、まあ、ちょっと通ってみるか。一旦中というか。あ、中。あ、ここだね、ここ。右の方。あ、ここ。うん。ここグリーン。あ、グリーンって書いてあるわ。そう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 。あ、ゴリーン。へえ。本当？ご飯屋さんみたいな感じだね。多分ちゃんと取れてなかったよ今。あ、ごめん。胃がすごい歪んでた今。いや。さあ、ということでカフェグリーンで今回買ったのがチョコバナナシェイク。チョコバナナシェイク、チョコバナナシェイク、美味しそうだね。ちょっと一口それどうや。うまいんじゃない。お、めっちゃうまいやろ。うん、多分これいける。冷たいしね、シェイク用全然と、なぜか唐揚げ弁当。なんで唐揚げ弁当食うんだよ。もうね、熱々揚げたてよ、揚げたて。そう、注文してからやったからさ。ただ俺ほら、家でうまかっちゃん2人前食ってきてるからさ。いやいやいや、なんで買ったの。僕らちょっと車の中で食べちゃうけど、ごめんね。唐揚げいただきます。はい。なんかすごい綺麗な色でカラッと揚がってるね。絶対うまいよ。サクサクやろ、うまいやろ。中がすげえジューシー。醤油塩、醤油だね。醤油ベースで、しかもご飯も、うん、そのそういうところってさ、結構冷たいご飯入れたりとかするけど、あっつあつ。今作ったばっかりだね。今作って今食ってるから、うん、でもいいね。なんか普通にそう弁当が欲しいってなった時に、うん、いい、ね、これいい。しかも唐揚げ6個入ってるから結構ボリュームもあって、うん、ね、うまい。チョコバナナスムージーをもうちょっと掘り下げていただいて。最高じゃん、唐揚げ弁当にチョコバナナって。いただきます。
あシェイク系はいいんじゃない。シェイク系はいい、ね、あの甘さがそんな強いってわけじゃなくて、あ本当に本当いい、ね、バナナの甘さで甘さ調整してるな。いいじゃんいい具合な。そう普通にそういうシェイク系の飲み物とかもあるし、お弁当もあるし、チキン南蛮とかもあったしね。なんかねちょっと俺は今回買わなかったけど、うん、パンケーキ、あパンケーキ、パンケーキがあった、うん、普通に中でも食べれるからさ、ね、そう、うん、全然テイクアウトもできるし結構人気みたいで、うん、予約して食べてる子たちもこう店の中も結構入ったね。店の中も結構入ってたし、うん、子供連れでも来てたし、ね、まあ駅前だし、まあね、場所も分かりやすいからね、いいんじゃないでしょうか、うん、ねということで2カ所目カフェグリーン行きましたので、ここから3カ所目にね行きたいと思います。あ一旦ちょっとさ報告だけしていい？あ食い切ったね。なんかちょっと食い切ってさおお食い切って、うん、でちょっとあと半分あシェイクねぐらい残ってんだけど、チョコバナナ、うん、俺これ企画11時から始まるって聞いててさ、うん、結局集まったの12時だったじゃん。まあね。で昨日5時まで飲んでてさ、うん、で腹減ったからうまかっちゃん2人前食って、うん、2枚食ってで唐揚げ弁当食って食べて、二人なんか昼やかい昼飯食っつってさ、沢井ラーメン行ってつけ麺食ってたんやって。やっぱ腹減ったからね。お腹空いたからね。これ、これ何も食ってないからだって。俺も飯食ってないもん。飯食ってない？うん、俺今4人前食ってる。何してんのって。4人前食った上に何の企画ってなの？あれ大食い企画だっけこれ？別に1万円企画してるじゃん。ぐるぐるルーレットー。これがドキドキルーレットになってきましたね。これは楽しみですね。お前と一緒じゃん。それ。俺ら程よいからね。まあ。ハワイに行ってちょっと俺たちも満たされて、ここからはちょっとあのデザートコーヒーをね、そうデザートをまだコーヒー飲んでないからね、そうそうみんな、うん、コーヒー飲みたいね、そろそろね。ということで次3店舗目行きたいと思います。で、3店舗目はこの家系ラーメンハワイさんの、まあ、まあまあ近くにある、フルーチェ。フィリチェじゃない。フルーチェはフルーチェはツクルーチェ。だいぶ牛乳と混ぜるんですよ。だいぶ失礼な店をしたの。フィリチェっていう、うん、まあ、パンケーキ屋さんですね。はい、パンケーキ屋さんでテイクアウトですね、うん、やろうと思うので、じゃあ運命のルーレットしていきましょうか。先にしようか、回しちゃっていい、はい、払う人からいく、払う人からいきましょう。じゃあ払う人からいきます、はい、よーいスタート。さあどっちかってそこにどうなるか。あらークリーン、払う人、これ払う人ね。じゃあ次食べる人、食べる人お願いします。さ、これ先に言うけどさ、うん、当たった人は食べたいものを選べるんだよね。まあ大前提としてやっぱそこのおすすめは、おすすめのやつ食べない、うん、食べないといけない。え、企画変わってきてる。いやいや、最初のとこはこれもうこれが一番のね。さあね、うん、さあね、食べる人スタートいきます。よーい、スタート。さあどうだろう。なんか見たいような見たくないような感じ。ちょっとして。面白くないなぁ、一番面白くないじゃん、ね、こんなお前一番今日面白くないじゃん。企画だもん、じゃあやっと払ったから自分かい。フルーチェ行きましょう。はいよ、さあワイパーワイパー。フルーチェはあ、ごめん。フルーチェはフルーチェはこうやって立花病院のところを左に行くんですね、うん、ここですね、フェリーチェですね。本当なんかパンケーキっていう感じの絵が描いてあるね。いやーまさかのフェリーチェ、あの現在テイクアウトしてませんということでですね、時間帯忙しいからね、うん、忙しくてね、休日はダメかもしれないね、うん、今日休みやったら、まあ、中も結構並んでたりしてちょっと難しそうだったんで、うん、ここの店は、まあ、一旦今日はなしでちょっと別のお店に行きたいと思います。残念。ルーレットはそのままでいい。ルーレットはまあそのままでは別に俺どうせ自分で買って自分で食うんだけど。だからよ、別にいいんだけど。いや、うん、それ次の店舗行きますかね。行きましょう、うん、さあということでですね、まあ、フェリーチが行けなかったということでちょっと次の店舗に行くんですが、まあ、さっきあのルーレットはあのまあその継続でっていう話したんですけど、やっぱりじゃあ面白くねえということで、うん、面白くないしね、はい、フェリーチェはフェリーチェね、一回も決めちゃったからね。そうそうそう、そうなので、でもフェリーチェはもうだからもう全部なかったことで、よろしいでしょうか。わかりました、やろうよ。おお、かっこいいじゃん、はい、じゃあ急ぎの改めてルーレットやっていくんですが、次行くお店はワンダフルワールドコーヒー。歌えよ。世界よ今日も回れ回れ、あ、入るとこ違った。すごいビブラートが効いてワンダフルワールドコーヒーっていうね、まあ結構ガチのコーヒー店、一回も行ったことないんだけど、意外と新しいと思うんだよね。結構新しめのコーヒー店って何回か通ったんだけど、なかなかタイミングがね、そうそうそう、ワンク入れんかったんだよね。
ちょっとそろそろコーヒーが飲みたいかな、僕は。飲みたい人と、どっちでもいい人と飲みたくない人、飲みたくない人なんなら金も払いたくない人じゃあ、今回じゃ当たりたいってことだからさ、有望に。あー、いいのじゃあ。じゃあ、ルーレット回してもらいましょうか、うん、じゃあ、払う側からいきましょうか。ルーレット、スタート。さあ、どんな結果になるんでしょうか。あらら、当たるな、当たるな。さあ、おー、全然面白くねえじゃねえかよ。ユーボー、俺面白い、俺面白い。じゃあ次、食べる方、食べる方ね、食べる方、はい、多分コーヒーセットドーナツコースになりそうやから。いや、ちょっと待って、コーヒーだけはさすがに寂しい、寂しい。飲み物だけじゃね。いや、さっきも選べるとか言ってなかったし。いや、選べる、だからドーナツも選べる、多分種類があるから選べる。食べる人、ルーレットスタート。まあ、栗でいいわ。俺全然食べてもいいよ。でしょ、ああ食え、全然食って、ドン。あ、本当に栗の落ちた。やったー。これ八百長、八百長ですね。ということで、ワンダフルワールドコーヒーに向かっております。ここは、早水公園ですね。もうちょっとですね、ワンダフルワールドコーヒー。はい、ワンダフルワールドコーヒー、木でこう作られてんの。おしゃれや、おしゃおしゃだな。よし、じゃあ行きましょう。ということで、ワンダフルワールドコーヒーのハンドドリップのなんかワンダフルブレンドみたいな名前のコーヒーと、こちらですね、はい、蜂蜜レモンのパウンドケーキみたいなやつですね。これをおーい買っていただきました。ありがとうございます。はい、種類がすごいね、コーヒー豆のよ。そうそうそう、あの紙もらったんですけどね。あのまあ普通にあのコーヒー飲むこともできるけど、基本的にはこういう豆を、まあ、押してるというか売ってるお店なのかな。結構ね、これ多分中で引いてたと思うんですけど、結構時間かけてやってたんで結構期待できるね。え、じゃあ、あのあまりコーヒーの味はわからないですが、まあ感想で伝えてよ、はいはい、じゃあいただきます。あとじゃあちょっとおいにから匂いな。あー、深い。深いしか言わんがよ。コーヒーは深いしか言わん。いやー、深そうな匂いするわ。香りはちょっと嗅いで。蓋取っている。前の二の前みたいな。よく覚えたじゃん。いや、でもよかったな。楽しいな。それ怖いってマジで、その持ち方マジで。フリやと思うし。だってもうすごい震えてるもん、中でコーヒーが。コーヒーがめちゃくちゃ震えてんの。え、君、イニシャル震えてんじゃない、踊ってんだよ。踊ってんの。あっちあっち。いや、まあ中はこんな感じ。あ、でもいい香り。飲んでみたいと思います。いただきます。え、あー違う、今まで飲んでたコーヒーはコーヒーじゃなかったのかなって。もうそっちがコーヒーじゃないんじゃない、うん、逆に、逆になんかね、なんか酸味とかはないね。酸味とかはなくて、いい具合の苦味というか、まあそういうのがあって、やっぱ深いね。深いしか言わないじゃん。どうちょっと飲んでみる。いや、いい。飲まない、飲んでみるわ。飲んでみる。一口いってみます。見た目は別にその濃いってわけでも薄いってわけでもね、あー普通のコーヒーよりなんかちょっと後から来る苦味が強いっていう、苦いんだけど、うん、旨味のある苦さというか。確かに。じゃあパウンドケーキもね、これ手作りなのかな。ワンダフルワールドって書いてるからさ、なんかね、うん、うわー、もうコーヒー飲みたいな。もうちゃんと感想も伝えて。うん、うまい。弱い濃厚。それしかないやろ。うまい、食べたら濃厚しかないやろ。濃厚。でも蜂蜜のほんのりとした香りからくるこのパウンドケーキの味、うん、うまい。違う、ここにコーヒーが加わりが違うね。あ、やっぱ深いに苦味がくるからね、うん、あ、この甘みとこのコーヒーを足したらなんかカフェオレみたいになる。カフェオレ、カフェラテ、牛乳入ってんのそれ。じゃあカフェラテ頼む。次行きましょうか。次行きましょう、はい。さあ、というわけで今ですね、3店舗目の
ワンダフルワールドコーヒーから4店舗目に向かっておりますが、次がですね、ちょっと都の城市からちょっと離れて三股町になるんですけど、今回はあの三股町にあるチャオジェラテリアっていうジェラート屋さんですね。ジェラート、はい、ちょ若干ちょっとカフェとはちょっと離れるかもしれないですけど、ちょっとダメじゃん。いや、まあまあまあ、デザート屋さんの、はい、チャオジェラテリアさんですね。今から行きたいと思います。これジェラート屋さんなんだ、うん、ただなんかやってなさげな雰囲気してるけど、ご安心ください。自販機があるんですよ。ほらほらほら、完売だってさあ、ということで、ちょっとジェラート屋さんが開いてなかったので、ちょっと別の店舗に。自販機も売り切れた最初になんか5000とか言っときながら、なんかもう結局開いてない店とかがあってさ、そうなんや、もう5個探すみたいになってるけど一応ね、高城町の桜木ってところに、うん、パーク都の城っていうコンテナのなんかお店があって、そこでスコーン専門店とか、うん、スコーンいいね、サンドイッチ屋さんとかがあったりするんですよね。なのでちょっとそこ行ってみようかなと思ってます。食べ、じゃあ俺が回します。レディーゴーでお願いします。ラリーゴー。さあ、これは食べる人です。あれか、よし誰ユーバー。おー、さっきと一緒じゃん。よかったじゃん。では、払う人いきます。ガレイゴー。いやー、クリリ怒りたくないな。クリリ1回目怒ってるしな。ユーバー面白くない、面白くないやつ自分で、うん、まあ、分かんないから、だって空いてるか分かんないし、あるかも分かんないから。そうだね、めっちゃ面白くないやつだねまた振り出しになるかもしれないっていうここが、高城町の桜木。桜木町に君はもう来ない。はい、桜木ラボ。ここで、あ、桜木ラボっていうんだ。ここ、あ、桜木ラボ、桜木ラボっていうんだね。桜木ラボ、ほんとだ。いや、こっちまでは、ほら、さ、やってまいりました、こちらでございます。推し活カフェ、なんだこれ。好きな写真を、うん、僕やクッキーリフリンと世界デジタルさん、働きませだ、あと、どっちでもドリンクでもできるし、クッキーは2週間ぐらい持ちますけど、ドリンクのイメージが幼いな、クリームにかくような感じ。ちょっと俺、画像はもう一個決めてるからさ自分の画像チョコがちょっと画像プリン、こちらでこちらをちょっとやってもらおうかな。全部渡せるんですよ、これを。これで QR コードで読み取って、ね、送るってこと。じゃあ、ブラックコーヒーで、はい、一旦ね、これ取ると、うん、画面が出るから、うん、で、画像選択、画像選択で、これはシンプル。いいんじゃない、これでいいかしてもらおう。この画像が、そのなんだっけ、コーヒーのコーヒーのクリームの上に乗る。ああ、じゃあ画像送れば好きなデザインのコーヒーが飲めるってこと。そう、すごいね。マンボウの顔のドリンクが飲めるちなみにこれはなんか自主的に 買われてますが、あの企画タンプ全然入りが難しいかも。まあ真ん中だけ入ると、あ、いけるか。すごい。ここで写真撮ったり動画撮ったりしてやってください。あ、すごい。かわいい。モルモルマンボ。モルやね。モルマンボ。マンボそのまんまじゃん。私の推しはマンボウです。いや、いい。これいいね。これいい。これも逆再生。ストローの上の方を持ってドリンクに浅く刺します、うん、ホリップの表面のみを混ぜる感じで、うんうん、で、こうやってやればいいんでしょ、うん、ぐるぐる回す、浅く刺します。おお、なんか芸術やで、これで逆再生したら、これちょっと飲んでみます、とりあえず、はい、いただきます。
ラボ。美味しい。あ、これ面白そうやね。ユーボおもちゃ。ユーボおもちゃやってみる。さっきのルーレットはこれで。行きますか。お土産クッキーにしようかな。はい、わかりました。ありがとうございます。わー、かわいい。いいんすか。マジっすか。いや、まさかのさ、桜木ラボで、ほんとはスコーンかサンドイッチかなと思ってたけど、スコーン買ってたのかなと思って、あ、奥かな、まさかの推し活カフェというね。いや、面白いよ。面白いやつ見つけて、推し活というか、もう何でもプリント OK やね。いや、本当に思いがけぬ取れ高でございました。本当にすごい、はい、ただしまだあと1店舗残っております。もういいんじゃねえの、お腹いっぱいだよ。最後は山田町にある、生搾り専門の、モンブラン屋さんですね、に行きたいと思います。最後はモンブラン食べて幸せな気持ちで終わりましょう。だいぶ今幸せになったよね。全員モンブラン、最後は全員モンブラン行っちゃう。出たよ。さあ、ということで最後のお店に行こうと思うんですが、最後ももちろん、はい、ルーレットで決めたいと思います。あ、それかルーレットに1個入れる、全員食べる入れる。あ、確かに、それ1個。あー、なるほどね。ああ、全員食べるはじゃあ 50% ぐらいにしようか。うん、ちょっと確率高めに。じゃあ行きます。じゃあまず全員食べるだから、ああ食べる方から行こう。そうやね。じゃあ行きます。はい、ラリーゴー。悪くてもいいわ全然。あ、意外とどう。編集者しゃっくり。全然予想と違う。やっぱ 50% で外れるもんやね。とりあえずクリ決定の、うん、払う人も決定させとこう。ラリーゴー。さあ、大きさによるね。なるだろうな。おい、また俺かよ。言うわ。俺一回も払ってねえ。おい、多すぎじゃねえの。ちょっと UFO が払う。栗が貯めて UFO が払う。おい、イエーイ。さあ、ということで、モンブラン屋さんに着きましたね。ここ、あ、本当だ、これなんだ。うん、ということで、久しぶりモンブラン買いました。1500円。高えな。いや、見た時にさ、ホールで来んのかなと思ったんよ。高いよ。なかなかのお値段でしたが、こちらです。めっちゃ豪華なんだけど。わー、これだって買ってもらったっつったら羨ましいよね。これをじゃあ、あげてみますね。いや、それは豪華だよ、だいぶ。だってもうコンビニのモンブランとの2倍ぐらいあるよ。でけ。値段が3倍するんだから。でかっ。えぐ。いや、すごいね。それ何だったっけ。生絞り、生絞りもこれが多分一番王道のやつ、うん、あー、あとパカー、すごい、うわー、なんかソルみたいな。触った、触った今。あとね、これもこれはマカロン。なんかマカロンっぽくないね、これ。どら焼きみたいな、どら焼きみたいなマカロン。これ買ったらなんかおみくじ引けて、150円引きだったんだよね。よかったじゃん。せっかくだから、うん、私モンブランから行かしてもらっていいですか、とりあえず。はい、じゃあ生搾りモンブラン、じゃあいただきます。はい、うん、どう、生だね。いやいや、どういうこと。意味からどういうこと。これは生足で絞ってる。どういうこと。だから言いずれが分かんないって。どういうあれ。うまい。いや、分かってる。値段が違うんだって。ちょっとなんかサクサクしてるとこが入ったよ。ほらほら。おー、なんだ、クッキーが入ってる。なんだろうこれ。クッキーみたいな感じかな。いただきます。うん、どう、分からん。ちょっと一口。絶対にこぼすなよ。絶対にこぼすなよ。うわー。いただきます。はい。おー、うん、栗の優しい甘みがもう直接くるような感じ。無駄に砂糖使ってない、柔らかい。食レポがうまいのか下手なのかよくわかんないんだけど。食べな。ちょっとここそ、あのどら焼きのやつの食レポも。そっか、本当だよ。
でしかも落とさんかった今落としてる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 ここにどこにこれじゃちょっと食べてみていい？あ、いいよ、はい、どうぞ。これがねマカロンっていうやつなんだけど、なんか知ってるマカロンとはちょっと違うけどね。そう、うん、なんかワカロンだから。あ、ワカロン。そう、和風のマカロンで、これ一応いちごミルク。これ冷たい。あ、美味しそうやね。これちょっと冷たい。うん、なんか柔らかい。パンケーキみたいね。そう、もう取れちゃう。これも二層構造。これが多分ミルクなんだ。いい。ワカロンって書いてますね。早く食えよ。いただきます。もうそれこそポロポロ落ちるやつ。うん。いちごが生搾りなんだろうね、言えば。ああ、そうなの。なんかめっちゃ濃厚。そうなの。栗食べる？ね、いい。あれね、栗嫌いなんだ。ごめん、なんで栗のモンブランです。はい、ということで、無事5店舗探すことができました。やっぱりこう今まであの動画で紹介してきたお店だったりとか、ちょっと今日空いてないお店だったりとかあったんで、ちょっとなかなか5店舗空いてる店探すの難しかったですけれども、うん、まあでも今日行った店全部美味しかったし、特にあの推し活カフェなんかね、面白いことができたりしたんで、しっかりこう都の城で絶対に行ってほしいカフェ5選っていうことで、だいぶ無理やり。まあ紹介できたんじゃないかなと思います。やっと見つけた、はい、やっと見つけた行ってほしいカフェ。やっと見つけた。確かにタイトル変わりそうだな。また次回ね、次は何やろうかね。なんかね、コメントで教えてほしい、どんなことやってほしい、これを巡ってほしいみたいなジャンルがあればね、都の城でこれやってほしい、はい、コメントでお待ちしておりますので、よろしくお願いします、はい、というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。あ、しょー、バイバイ。もう食えないよ。